ベジータや、あの太ってのブーが踏ん張って、みんなで集めた電気の力を出せねえ。ダメージを与えて電気玉をぶつける隙を作らないと。
すげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して。待ってくんな。俺ももっともっと腕上げて。またな。本能の赴くまま破壊の限りを尽くした魔人ブーによって地球ごと消滅させられた人々はドラゴンボールの力で蘇った。そして蘇った人々の元気を集めて完成した究極の元気玉と悟空たちの奮闘の末、ついに魔人ブーは倒されたのである。これまでも数多くの強敵たちが地球の平和を脅かしてきたが、ここにようやく真の平和が訪れたのである。それから10年の歳月が流れた。そろそろだな。
パン、ずいぶんと早いじゃねえか。じいちゃんに会いたくって急いで来たの。ははそっか。アンデ、二人とも朝から仲良しだな。よっ。おはよう。洗濯してるの？んだ、今日もいい天気だ。洗濯物がきれいに乾くべ。ところで悟空さん、起きて早々悪いんだけど、ちょっと魚を釣ってきてくれねえだか。実はオラ、今日はご飯たちも一緒に朝食をとるってことすっかり忘れててよ。このままじゃ魚が足りねえだ。お安いご用だ。どんだけ釣ればいいんだ。欲しい魚はこんだけだ。そろそろご飯たちも来る頃だし、急いで頼むだよ。わかった。オラも腹減ったし、すぐに行ってくる。私も行く。よし、そんじゃ一緒に行くか。やった。悟空さんがいれば大丈夫だろうけど、一応気をつけて行ってくるだよ。あ、はい。進む時代、新たなる戦いの予感。さて、どこで釣りをすっかな。お魚を釣るんだ。